速報です。暗号資産の交換業務を手掛ける DMM ビットコインは31日約482億円相当のビットコインが不正に流出したと発表した。グループ会社の支援のもと全額を保証するとしている。 DMM ビットコインによると31日午後1時26分頃流出を検知、新規口座の開設や現物取引の買い注文など一部サービスを停止した。2024年5月31日金曜日13時26分頃に当社ウォレットからビットコインの不正流出を検知しました。被害状況の詳細は引き続き調査中となりますが、現段階で判明しているものは下記の通りです。また不正流出への対策はすでに行いましたが、追加の安全確保を行うべく一部サービスの利用制限を実施いたしました。暗号資産の流出状況について当社ウォレットより、不正流出したビットコインの数量は 4502.9 ビットコイン、約482億円相当と判明いたしました。お客様の預かりビットコインについて、お客様の預かりビットコイン全量については、流出相当分のビットコインをグループ会社からの支援のもと調達を行い、全額保証いたしますのでご安心ください。この動画の作成は日本時間6月1日の夜中の1時です。動画作成時では不正流出発生に関するご報告の第2報はまだ出ていません。 DMM ビットコインのセキュリティプロトコルは精査されている。同社は顧客資産を自社の運用資金から分離し、顧客資産の 95% 以上をホールドウォレット、不正アクセスを防ぐためにインターネットから隔離されたシステムに保管していると主張している。これらの対策にもかかわらず、盗まれたビットコインの量が相当な量であったことから脆弱性が存在し、ホットストレージシステムとコールドストレージシステムの両方に影響を及ぼしていた可能性があると考えられます。全額保証するとのことなので、 DMM を利用している人はパニックになる必要はないかと思います。日本の取引所でまたこのようなことが起こって残念だし、ビットコインも米国時間から急落しているし、踏んだり蹴ったりです。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。